現時点の情報から考察してみた。ということで今回はリゼロ3期の発表で公開されました3期のティザー PV と大塚慎一郎先生による3期制作決定記念イラストからいろいろと考察していきたいと思います。またネット上の意見や視聴者さんのコメントなども交えながらお話ししていきます。がっつり PV の内容や原作6章あたりまでの内容に触れていきますので、ネタバレ NG という方はここでブラウザバックでお願いします。それでは行きましょう。まず現時点の情報から言われているのは、分割クールで6章までアニメ化する、もしくは4期が来るのではないか。ただ断定はまだできないんですが、6章までアニメ化される可能性は一握りでもあるということが公開されている情報から考えられています。まず6章までアニメ化される可能性の理由を話していきます。ティザー PV の冒頭で白い鳥が羽ばたいているシーンがあると思うんですけど、一見ただ水門都市プレステラの舞台を見せるための演出に過ぎないと思いがちなんですが、実はこの鳥原作勢にはピンとくる描写で、3期で描かれる舞台が原作の5章なんですけど、その続きである原作6章でこの白い鳥が描かれているんですね。まずこれが一つ目の、理由ですね。では次に大塚慎一郎先生による記念イラストから。アニメ勢の方からすると知らないキャラクターが数名いると思うんですけど、実はそれがかなり重要なんじゃないかと思われていまして、まずこの3枚の記念イラストを見てもらいたいんですけど、左からですねアニメ化記念イラストで、次に2期の制作決定の記念イラストですね。でそして3期の制作決定記念イラストという感じになってるんですが、1枚目と2枚目の記念イラストに描かれているキャラクターはどれもその章で関わりがあるキャラクターなんですけど、ただ全員が全員描かれているというわけではないんですけど、それからですね3期決定記念イラストを見てもらいたいんですけど、アニメ化の範囲である5章にはですね登場しないキャラクターが描かれているんですよね。例を挙げますと、まあ、それがシャウラなんですけど、まあバランスを取るためにってことも考えられなくはないんですけど、目を引きつけられる感じで描かれていますので、まあ少し気になりますよね。もちろんその他にもレイドだったり、まあボルカニカが描かれてたりしてますよね。しかもですねイラストをよく見てみると正面を向いてないキャラクターがいることがわかります。この顔がはっきりと映ってないキャラクターたちはですね6章で関わってくるキャラクターたちなんですよね。まあ一人だけならまだしもですね6章で関わりが出てくるキャラクターがですね揃ってしっかりと描かれていない、これはもうちょっとでも期待してしまいますよね。次はティザービジュアルについての話。水面の反射まで綺麗に描かれていてとても目を引くティザービジュアルなんですが、水面に反射したスバルに注目してもらいたいんですけど、皆さんこれ気づかれましたでしょうか。水面に映るスバルの右足がですね、まあ人の足ではないんですよね。実はこの描写もですね原作勢にはピンとくるやつなんですけど、まあ理由もなくこういうイラストにはしないと思うので、まあアニメ勢の方はですね楽しみにしていってもらえたらなと思います。ティザービジュアルにこういう描写を取り入れてるのは面白いですよね。次は滞在司教のあの説についての話。まあ5章がアニメ化するということはですよね、フンドの滞在司教シリウスの声が聞けるということ、つまりはそういうことです。まあ長年言われ続けてきたシリウスのあの説ですね。まあ声に加工がつくのかどうなのか、まあここら辺がねどういう感じで構成されて放送されるのかめちゃくちゃ楽しみですね。マジで待ちきれないですね。まあ仮に6章までアニメ化されるならですねかなりの規模になると思われますが、もちろんね早く見たいっていう気持ちはあるんですけど、まあ林で作ってねクオリティを落としてしまうというのもまあ悲しいところでもあるので、まあ時間はねかかってもいいので最高のクオリティに仕上げてほしいですよね。やっぱりそのあれですね、大塚先生のイラストから6章の可能性っていうのはあるんじゃないかっていうコメントはですねネット上でも多く見かけましたね。ちょっとこれは原作勢の方にへの質問なんですけど、皆さんシャウラのセリフはどの声優さんで読んでますか。もしよかったらコメントで教えてください。ということで今回は現時点の情報からいろいろとお話ししました。もしよかったら皆さんの感想などコメントで教えてくださると嬉しいです。ではまた次回の動画で会いましょう。